WEN テンプレートアタッチド KML アベニュー A ウィキデータにある KML58 丁目と57丁目の間のサットンプレイスの東側のタウンハウス。ヨークアベニュー及びサットンプレイスはニューヨーク市マンハッタン区のイーストサイドを南北に走る通りである。ヨークアベニューは59丁目から91丁目の間のアッパーイーストサイドを走る。 クイーンズボロ橋を境に、ヨークアベニューの南では、59丁目から57丁目の区間はサットンプレイスと呼ばれ、57丁目から53丁目の区間はサットンプレイスサウスと呼ばれる。また、サットンプレイスは同盟の通りが走る周辺の地区の名前でもある。これらの通りはイースト側のすぐほとりを走り、これより東側にはごく短いイーストエンドアベニューが、 走るのみである。これらの通り周辺はアッパーイーストサイドと同様に高級住宅街として知られている。ヨークアベニューの住所はアルファベットシティのアベニュー A から一続きとなっている。そのバンチは1100番台から1700番台となっている。サットンプレイスのバンチはこれらと一続きとはなっていない。サットンプレイス地区はタートルベイ地区の北側に隣接し、 53丁目と59丁目、イースト側と一番街、または二番街に囲まれるエリアである。サットンスクエアは、サットンプレイスのすぐ東に位置する東58丁目のクルートサックであり、リバービューテラスは、サットンスクエアから北に走る短い私有道である。現在、ヨークアベニュー及びサットンプレイスと呼ばれる通りは、1811年委員会計画によって、 建設が計画された。この計画では、マンハッタン島の全幅にわたり12の南北に走る大通りが設計された。さらに、島の形状のためにアルファベット式とアッパーイーストサイドのエリアには一番街よりも東に大きなスペースが残されるため、そのスペースにはアルファベット式ではアベニュー A からアベニュー D をアッパーイーストサイドでは アベニュー A を追加で設置することも決められた。この両地区のアベニュー A の間は、イースト側によって途切れているが、一直線上になっている。このアッパーイーストサイドのアベニュー A の区間が、後にヨークアベニュー、サットンプレイスと改名されることとなる。1875年、エフィンガム B サットンが、アベニュー A の57丁目と58丁目の区間に、 ブラウンストーンのタウンハウスを建設した。最も初期のサットンプレイスという呼び名の記録は1883年のザ・ニューヨーク・タイムズの記事に見られる。1897年、ニューヨーク市議会はアベニュー A の57丁目から60丁目の区間をサットンプレイスに改名する単元を承認した。59丁目から60丁目の区間は現在ではヨークアベニューの一部となっている。 サットンプレイスは、アンハリマン・バンダービルトや、アンモーガンなどの裕福な社交界のセレブたちが、イースト川を望む、この通りの東側にタウンハウスを建て始めた1920年頃に、最初に、ファッショナブルな地区へと変貌した。これらのタウンハウスは、EN、モット・ B ・シミットによって設計され、これが彼の最初の裕福者向けタウンハウスの、設計キャリアのスタートとなった。すぐに、 デベロッパーたちは、サットンプレイスとサットンプレイスサウス沿いに豪華な共同住宅を建て始めた。そのいくつかは、EN、ロザリオ・カンデラによって設計された。この開発ブームは、世界恐慌によって、突如中断されることとなった。こうして、サットンプレイスサウスの南の区間と、サットンプレイスの一番北の区間の住宅開発は1940年代。 および1950年代になるまで完成しなかった。1928年、サットンプレイスの北の一ブロックとそれより、北のアベニュー A の区間は、アルビン・ヨーク軍曹の栄誉を称えて、ヨーク・アベニューと改名されることとなった。彼は、第一次世界大戦のムーズ・アルゴンヌ構成で、ドイツ軍のマシンガン陣地を攻撃した功績で1919 19年に、 名誉勲章を与えられている。57丁目付近のサットンプレイスパーク。背後には、クイーンズボロ橋が見える。オークション会社、サザビーズ本社、ニューヨークサバーバンホームズカンパニーのアベニュー、AA ステート。アベニュー A が解明する前に設立された。53丁目の地点のサットンプレイスサウスこれら2つのタウンハウスの背後には、 FDR ドライブのトンネル上に公園があり、ニューヨーク市とタウンハウス所有者によって所有権をめぐり、法廷闘争に発展した。1939年に市が所有し、1990年までタウンハウスの所有者にリースする契約を結んだ。市は、リース契約の延長を承諾せず、2007年にタウンハウスの所有者はこれを不服として訴えた。2011年には、 タウンハウス側は公園の所有権を手放すことに同意し、公共公園として整備するために100万ドルを支払うことでしと同意した。ありがとうございます。